らせていただきます。チームに1本ずつマイクを持っていただきましたので、喜びの声、そして、恒例ではありますがバッテリーでそれぞれの思うことなどをお話をいただきたいと思います。改めまして、増田投手、森捕手、おめでとうございます、ね、マイクちょっと入ってますか、はい、たまにカラオケ行ってますか。巨人は山口投手、小林捕手、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、それではですね、増田投手からお話を伺っていきたいと思います。増田投手、本当にこの度はバッテリー賞おめでとうございます。ありがとうございます。先ほど選考の委員の方からのお話もありましたが、中継ぎ投手あるいは守護神という形では14年ぶりだそうですが、はい、今どんなお気持ちでいらっしゃいますか。本当に受賞していただいた時は本当に僕で間違いないのかなっていうのは本当に思いました、はい、でも本当に、このような賞を、受賞させていただいて本当に嬉しく思います、はい、それと、普段ですとね、個人という形ですが森捕手と取れたっていうのはいかがですか。そうですね、1年間、共に戦ってきて本当に、ダメな時もいい時も、一生懸命僕のボールを受けてくれたので本当に一緒に受賞できたことは本当に、大変嬉しく思います。お隣の森さん、ちょっとマイクを渡していただいて、森さんは2年連続で、昨年は田畑投手と、はい、バッテリー賞を取られました。2年連続、今どんなお気持ちですか。やっぱ嬉しいですし、去年もう一回この賞を取りたいって言っていて、田畑さんではなかったんですけど、増田さんとこういう賞を取れてすごく嬉しいです。田畑投手も非常に個性的なピッチャーでしたが、増田投手と取れたのはどうですか。いや、田畑さんもすごい癖あったんですけど、増田さんもそれなりに癖ありますね。そうですか、はい、ちょっとその辺お時間いただいてね、伺っていこうと思います。さあ、マイクをそれで増田さんに渡していただいて、増田さんにとっては今年は30セーブで、とにかく防御率が抜きん出ていた、どんなシーズンだったですか。昨シーズン本当に不甲斐ない成績で、今シーズン本当に、自分でも本当に後がないと思って、臨んだシーズンだったので、このような、成績に、終えることが、すごく良かったと思います、はい、ご自身で振り返って何が良くて成績に結びついたとお考えですか。やっぱり自分の持ち味であるストレートですね、はい、156だったですかね、マックスは、はい、そのスピードに関しては、はい、今年よりスピードが増したのか。スピードよりもやっぱり自分の中ではキレであったり、そういうところを重点的に、見てて違うなっていうふうに思いました、はい、そうですか。さて、女房役の森捕手について伺いたいんですが、はい、キャッチャーの森さん、年齢でいうとね、はい、何歳違いでしたかね。 7個違います。7つ、はい、一般的に会社で考えると相当上司と部下みたいな感じですけど、はい、どうですか森選手というのは。普段は本当にもう先輩後輩関係なく本当に仲のいい友達のような感じです。7つも違って、はい、シーズン中例えば、はい、キャッチャーがパーッと増田投手のところに行ったらどんな掛け声が多いんですか。どんな掛け声ですか。頑張りましょうとかですかね。お、特にそこまで頑張りましょうって。はい、さあ改めて好きなところ嫌い、お前子供かってね、中川さん好きなところ嫌いなところというか、はい、こういうところはいいんだけど来年はちょっと変えてもらえたらいいなみたいなところありますか。変えてもらいたいところは、最初にいいところから。いいところですか。いいところは本当に、僕は信頼して投げれるところです、はい、年が下の割には、はい、うまくリードしてくれる、はい、そうです、はい、来年変えたらないいなっていうところは。たまにベンチで怒ってるんですけど。どういう状況ですか。
多分ピッチャーが打たれて、チェンジになった時に帰ってきた時に結構ちょっとムスッとしたような感じでいる時があるんですけど、それ、まあ、クローザー役の増田さんが、はい、たまたま打たれた時とか、それともその前に投げてる中継ぎのピッチャーが打たれたら。そうですね、先発中継ぎでちょっと大量失点した時に、ちょっともう結構試合が決まってるような場面があるんですけど、そういう時にちょっと怒ってるような雰囲気、顔とかもしてるんで、そこはもうちょっとまあ、ピッチャーは本当に、申し訳ないんですけど、まだ試合があるんで、そういうと、なるほど、はい、まだまだ先があるから、はい、そう怒らず冷静にと、はい、分かりました、ありがとうございます。さあ、それではそれを受けて森捕手、はい、まあ、しょうがないですよね、プレー中ですからね、カッカ来るのはね。そうですね、やっぱムカつきますね、はい、例えばですよ、はい、1回2回で始まったばかりで立ち上がりって難しいから点取られることあるじゃないですか、はい、1時間経たないのにもカッカカッカしちゃうんですか。そうですね、まあ、立ち上がり1イニング2イニング3イニング目ぐらいまではなるべく最小失点でいきたいし、まあ、ゼロでいければベストですけど、まあ割と大量失点取られるケースが多くて、でそれが何試合か続くともうってなりますね。帰りたいって、もう早く帰りたいなってなりますね。さて、田畑投手も本当にねユニークなピッチャーでしたが、なんか平気でね遅刻してきたなんて話もね去年披露してくれましたが、森さんから見て先輩の増田投手はどういうピッチャー、どういう選手でいらっしゃいますか。普段はやっぱおとなしいというか、まあ、口数も少なく、あ、そう、はい、なんですけど、まあ、マウンド立てばちょっと目つきが変わって別人になるというか、ほうほうほう、そこがやっぱり増田さんの素晴らしいとこだなというふうに思いますね。普段無口っていうかとってものんびりしてるんですか。なんか遅いですね。遅い遅い、全部遅いです、行動が、歩くのも喋るのも、なんか、そう、何してんのかなって、遅ないって。増田さん遅いんですか。遅いか分かんないですけど、まあ、マイペースですね。それ遅いそうですよ、はい、ちょっと改善して いければいいと思います、はい、ただね試合中だともう1球1球わずかな何秒、あるいは0コンマ何秒で決めなきゃいけないじゃないですか、森さん、そういう時は、はい、どういうことですか。さっきね、はい、頑張りましょうって一言言うってことはありますけど、はいはいはい、増田投手の時にはどんなことを心がけてるんですか。いや特別もう本当に信頼してるんで、何か声かけてどうこうっていうよりも、もうこの試合頑張りましょうっていう、はい、勝ちましょうっていうことぐらいしかあまりかけないですね。でちょっと打たれた時になんかちょろっと声かけるぐらいで、基本的にあんまりかけないですね。リーグ優勝を決めた時にね、バッテリーで、まあ、入り口にも素晴らしい写真が貼ってありましたけども、はい、飾ってありましたけども、はい、まあ、増田投手球が速いですよね、はい、どういうところを生かそうというふうにリードしてるんですか。いやもうまっすぐでどんどん押していこうというふうになってましたし、うん、まあ、優勝した日は最後マウンド来てなんか2人でいいショット取れたらなと思ってたんですけど、監督がいきなり割り込んできて、一番いいとこ持っていかれたんで、まあしょうがないかな。やっぱり優勝って言った時によく取れるようにってポーズ取ってんですか。いやちょっと意識はしてたんですよ、ここ絶対カメラ回ってるなと思って。そうですか、ちょっとカーも作っていったんですけどね。そうですか。で、もう一つ、来年ね増田投手にちょっとこういうとこ変えてもらえたらなっていうのは何かご要望ありますか。いや特別ないですね、本当にもうちょっと喋りのスピードだけ上げてもらえれば、はい、いいのかなと思います。まあ喋りながら投げないですもんね、増田さん。そうですね、はい、ちょっと喋りのペースを、はい、後でもう一回インタビューさせていただきます。ありがとうございます。さあ、それでは今度は巨人軍の二人でございます。山口投手、はい、初受賞です、おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、今年はさまざまなタイトルを取られましたが、はい、改めてバッテリー賞を受賞した今のお気持ちから聞かせてください。いや、でも本当一番嬉しい賞だと思いますし、6月ぐらいかな、誠司とね狙っていきましょうっていうのを話してて。そうですか、はい、で去年も本当は誠司は取ったつもりいたらしいんですけど、中畑さんの一言で取れなかったっていう、はい、っていうお話を聞いて、一票大きいらしいですよ。
はい、っていう。で、いつも呼んでいただいたら張本さんはじめ中田さん、大先輩の方々に叱咤激励していただいて、ありがとうございますというふうにいつもおっしゃってました、はい、大事ですよロビー活動は。そう、でも山口さん今ね一番嬉しい、それはどういうところから一番というふうに、はい、まあ、やっぱり本当に年間通して2人でねやっていきますし、うん、まあ、その都度その都度で話しながらこうやってこの成績を残せたっていうのは本当に先ほどもねおっしゃってましたけど、一人じゃやっぱりできないので、はい、やっぱりキャッチャーがいての自分があるっていうところでやっぱりこういう賞をいただけるのは本当にありがたいことですね。まあ、冒頭でね社長からも全て山口投手と小林捕手がバッテリー組んで15勝につながったという話で、はい、例えばね、はい、いや今日2人でコンビ組んで試合やるよって言った時どんな打ち合わせしてるんですか？試合全くしてないですよ、僕ら、ね、ほとんど会話してないよね。あんま喋んないですよ。喋んないんですか？あんま喋らずに喋ってます。例えばどんな感じなんですか？始まいやある程度やっぱり塚原さんとかとミーティングして、今日の相手はねこうだとか、はい、こうしていきましょうっていうのがあるんですけど、うん、割とあんまりなんていうんですかね、広げていこうとか、まあ、ここボールでいいよとかあるんですけど、そこに投げてこなかった時はさすがに僕もシュンさんちゃんと投げてくださいよとはうるさく言って。小林さんと山口さんは何歳違いでしたっけ？2つね。ちょっと森さんせっかくです、はい、森さんと増田さんは、はい、まあ、クローザー役だから、はい、試合前からこうしようああしようってないんですけど、普段どういうコミュニケーションを取ってるんですか？はい、普段はまっすぐの試合終わってからですね、まっすぐの強さがどうやったとか、まあ、増田さんの持ち味はまっすらするんで、そのまっすらがどんな感じやった、まっすらしてたとかっていう風な確認、はい、確認は作業はします。そうですか、はい、なるほど。さあ山口さんに戻らせていただきます、はい、あまり打ち合わせをしないというのはびっくりしましたが、はい、もうしなくてもね通じ合ってるんで僕ら。なるほど、はい、なんでここが今日多分友幸じゃないですね、菅野じゃなくて多分僕がいると思います今日は。今シーズンに限っては多分僕の方が誠司と通じ合ってましたね、はい、一緒にコンビ組んじゃいました。そういうことですね、はい、はい、でも山口さんから見て小林投手のそのいいところ、はい、あるいはちょっとここ変えてくれたらなみたいな、どういうところなんですか？やっぱり菅野っていうピッチャーがいて、コントロールもいいですし、すごいいいボール投げますし、それにその配球僕にしてくるんですよ。あ、いや、なるほど、イメージは一緒ね。違うだろうと、俺はそんなコントロールない、だからもうちょっとオーソドックス、アバウトにやってくれっていうのはよく。じゃあ始まる前はあんまりやり取りしないけど、はい、始まって何球か投げたらおいおい違うだろうって言うわけですか？そうで、誠司も困ってこうどんどん真ん中に寄ってきてくれるんですよそうだそう、そうだったっていう、そうだそうだって、はい、だから影は一緒なんですね、キャッチャーからするとね。そうですね、もう多分構えても来ないの分かってるんで、だったらとりあえずストライク投げてくれ。あ、そう、はい、でも逆にさすがこいつだなっていうね、やっぱり組んでていいなっていうところは、いやもういっぱいありますけど、やっぱまずはその盗塁をね。いや本当、はい、先ほどもですね、まあ、大野さんと4年続けてセリーグで4割超える盗塁阻止率ってね、プロ野球で10回走って4回は刺してるってすごいなって言ってたんですけど、投げててもね、やっぱりクイックがそこまで意識しなくていいんですよね。はは、企画されないのでやっぱいいキャッチャーなので。そっか、はい、向こうが走りたいけど走れない、走れないなんで、僕も集中して投げれますし。なるほど、はい、すごいすごいですよね。いや、ピッチャーのおかげですはい、ありがとうございます。さあそれでは小林捕手にマイクを渡していただきたいと思います、小林さんは2度目おめでとうございます、はい、ありがとうございます。いかがですか、1度目と比べてまた2回目にこういうバッテリー賞を今受けたお気持ちは。まあ、1度目も大変嬉しかったですけど、まあ、今回は俊さんと取れてまたさらに嬉しく思います。キャッチャーの小林さんから見て山口投手はどんなピッチャーですか？いやもう気持ちも強くて、それこそ本当に僕はビビリなんでコースに寄っちゃうんですけど、まあ真ん中にストレートドーンと投げて、まあファールなり空振りなり取ってフォークっていうボールがあるんで、もう大胆に
勝負できるピッチャーかなと思います、はい、あの私たちネット裏から見ていて結構6、7割のボールでスーッとストライク取りに行くようなケースが増えたように思うんですけど。そうですね、まあ、力感なく、ねえ、はい、強いまっすぐ投げれるんで。あれも小林さんが特に言わなくても、いや今年俊さんが取り組んでた、はい、一つのテーマだったかなと思うんで、ええ、はい、どうですか、いいところ悪いところ変えてもらいところみたいな。まあ、いい時はそのまま、まあ、いけばいいんですけど、ええ、まあ、悪い時は若干シュート回転して、あ、はい、自然にね。そうですね、ええ、ロング食らうケースが多いんで、まあ、そこその時に、はい、調整できたらなとは思います、ええ、はい、どうですか、あのユニフォーム脱いだ時2人で食事行ったりとかってあるんですか。そうですね、いっぱい誘ってもらえるんで。そうですか、はい、まあ、山口さんがちょっと嫉妬してね、菅野智之と一緒だからって言ってましたけど。いや、そうですね、昨年は、最初からこの賞を取りに狙ってたんですけど、ちょっとダメだったんで、ええ、で今シーズンは最初狙っていきながら、まあ、途中ちょっと状況が変わりまして、俊さんとずっと組むなって思ったんでちょっと浮気して。なるほど、はい、今年ちょっと日本で行って一本に絞ってったみたいな。そうですね、俊さんとこの賞を取ろう。そんなことあるんですか、はい、あ、そう、はい、でもびっくりしました、6月頃からね狙った、増田さん何月頃から狙ったってあるんですか。僕はないです。じゃあ取ったことある森さんは。いや、自分も全くないですね。あ、そうですか、はい、じゃあ山口さんと小林さんはすごいな。いや、僕はあの個人的な賞にあんまり縁がないので、やっぱり他力の力を使ってこういう賞に、はい、まあ半々ですもんね。そうですね。そうですか、はい、でも小林さんね、あのシーズン振り返ってどうだったですか。そうですね、優勝できたことはすごい嬉しかったですし、うん、まあ、やっぱり日本一になれなかったってことが、まあ、悔しかったのと、うん、やっぱり試合数がやっぱり出なかったのが悔しかったですね、はい、そうですか、はい。さあ、それではライオンズのお二人からですね、お時間の関係もありますので、320本の乾電池を何に使うかというのとですね、来シーズン、まあ、いよいよ20年ですから、スポーツオリンピックもあっていろいろと話題の多い年ですけど、来年に向けての一言ということで2つ質問させていただきます。まず乾電池から、はい、僕は子供はいるんですけど、その子供のおもちゃに、使わせていただきたい。何歳ですか。6歳と3歳です。ちょうどいいですね、はい、はい、ぜひ、はい、1日1本ぜひ、使っていただきたいと思います、はい、そして、来年20年に向けての抱負をお願いします。今シーズンは本当にいい成績を残せたので、来シーズンも継続して、うん、いい成績を残せるように、そしてまたこの賞を取れるように、頑張りたいと思います。ぜひ日本一もね、はい、ありがとうございます、頑張ってください。森保守お願いします、はい、まず320本、去年は何に使うっておっしゃってました。去年何て言いましたっけ。なんかやっぱりおもちゃかなんかだったっけね。おもちゃ自分使わないんで使う年じゃないんで。あ、タワード投手だったから、それでは今年は320本。今年も特にないんですけど、でもまあ早く結婚して、お、早く子供いっぱい産んで、産んでもらってほんで、まあ、そこに使っていければなと、はい、そうですね、はい、結婚宣言まで。どういうタイプの人がいいですか。うーん、何でも許してくれる人がいいですね。そう、はい、それこそバッテリーですからね、生涯のバッテリー、はい、生涯のバッテリーですね。そうですか、はい、何でも許してくれる、何でも許してくれる人がいいです、ね、増田さんみたいな。増田さんはちょっと緩いかなとは思うんですけど、ね、なんか遅いなと思って遅いなさっきあそこのあのね、テレビで回してるインタビュー聞いたら、どんなイメージですか、怠け者みたいですとか言ってましたもんね。びっくりしましてね、7つ上の先輩に、私たちだってしばかれますけど、それでは山口さん、はい、あ、来年の、すみません森さん、大事な来年の、すみません、はい、2年連続ソフトバンクに CS で負けたんで、まあ、なんとか
リーグ3連覇と、ソフトバンクをなんとか倒して、日本一なれればいいなと思います。そうですね、はい、ぜひまた打って守って、はい、ご活躍期待しています。ありがとうございます、はい、さて山口さん、はい、320本の電池をまず何に使えればとお考えですか。そうですね、ちょっとまだ今日帰ってからいろいろ考えたいなと、使い道は、はい、考えたいと思います。はい、まあ、いろんなところ使えますからね。そうですね、どんなことが思い浮かびますか今使うことで悪いこと聞いてる。まあ、やっぱり防災グッズとか。いいですよ、はい、やっぱり電池はね、ずっと使えるので、しっかりそう無駄遣いせずにいざという時に使えるように、そう、はい、懐中電灯とかね。そうですね、ラジオだったりラジオとかね、いろいろ多分必要に、家にも常に僕20本ぐらい置いてるんですよ。あ、電池の予備を。そうですか、はい、いざという時のために今回すごいありがたいですね、はい、320本ですから大事に使って、はい、置く場所考えてしっかり保管しておきます。はい、ありがとうございます。さて来年ということになります。はい、まあ、山口さんはね、あっと驚く挑戦を、はい、言われましたので、はい、来年どんな年に。いや、いい年にしたいですね。うん、はい、張本さんがまさか10勝って言っていただけると思ってなかったので。あ、5勝です本当は5勝はい、いや、だってさっき、まあ、10勝くらいかなって。10勝したら大変ですからね。そうですね、まさかまずね、はい、そう、まさか来年勝つ言われないように頑張ります僕、はい、海外の野球には厳しいですからねそうですね。でもそういう厳しいお言葉をかけていただけた方が、あ、僕のことを知ってるんだと思えるので、ぜひ張本さん今日気に覚えてください。山口ですよろしくお願いします。でも先ほどやっぱりフォークボールがあるっていうお話が小林さんからありましたけど、どんな風な野球でチャレンジしてみたいですか。僕ですか。まあ、やっぱり全体的なレベルアップが必要だと思っているので、はい、まあ、やっぱり基本となるストレートもそうですし、うん、もう一度その自分の、ね、体に鞭打って、うん、20代前半ぐらいの気持ちと体を作っていければなと思ってます。はい、ね、今どのくらいの球団が頭に、はい、何球団ぐらいが。いや、30球団全部来てますよ。はい、32球団ですか。もう全部来て、どうしたから31球団ね、はい、もう今僕が迷ってる方なんで。そうですね、そうですか。ぜひ楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました、小林さん。はい、まず320本の電池の、はい、使い方から。使い方ですか。はい、とりあえず実家に送ろうかなと思って。あ、はい、広島に。いや、大阪出身。あ、はい、すいません。学校は広島で。はい、そうですか。はい、森さんみたいなんか先々の予定は全くないですね。そうですか。はい、今年はまあね、その2度目のバッテリー賞でもありリーグ優勝もありましたが、はい、どんな1年に20年はしたいですか。そうですね、まあ、来年は、日本一を取りに行きたいと思ってますし、来年またこの賞を取って、その時には小林よく頑張ったなと 言っていただけるように、はい、頑張りたいなと思います。まあ、残念なことに来年は山口投手とコンビを組めないんで。そうなんですよね、はい、降参が高いんで、はい、ちょっと一言エールを。そうですね、まあ、常に結果を気にして見てるんで心から応援してます、はい、そうですね、はい、まあ、小林さんもね、いい年、そして日本一目指して頑張ってください。はい、はい、頑張ります、はい、どうもありがとうございます。改めて4選手にもう一度大きな拍手をお願いします。恒例のインタビューでした。どうもありがとうございました。